この日は会津若松の市街地に入っていきます。今日も希望のかけら拾いますよ。文献語録、拾い集めるゴミは福島県をきれいにするための希望のかけら。見逃すわけにはいきません。おお、会津若松駅、ヨーロッパみたいです ね。ここは大正ロマンの雰囲気漂う七日町通り。ちょっとずつ増えてきましたね、ゴミが。でも希望のかけらなので拾っていけばいいことあるぞ。ところが雨来ましたね。うわー、いやー気持ちいい。心地よく感じるとはいえ、雨に濡れながらゴミを拾い続ける文献さん。赤べこ公園に着きました。今日も雨ですね。翌朝も梅雨空です。とここで濡れにくく動きやすい雨具をご用意いたしました。こちらです。おー、早速どうですか、似合ってます本当、はい、動きやすさも重要です。いい、今日は遠出な駅まで9キロです。鈴木ドライバーが選んでくれたこの花柄のポンチョ、雨よけの傘もかぶって引き続き国道49号のゴミ拾いを。快適です。会津坂下町に入りました。お花が多いですね。僕も花だった。昔ながらの建物ですね。とそこに、うわー、もう今日のコスチュームどうなってます。嘘、かわいいです。かわいいですか。やった。降り続く雨の中のゴミ拾い。とここにも、あ、さらに、うわあ、うわあ、パンパンじゃないか。よし、ゴミ拾いしてるぞ。水を得た魚のようにゴミを拾い続ける文献さん。ならぬことはならぬものです。会津に息づくその言葉が身に染みてきます。雨の中進んだ9キロの旅路。遠出駅着きました。本日2袋目3袋目2日間で拾ったゴミの量は合わせて5袋。いつもより少なめではありましたが、やはりならぬことはならぬものです。